に始まりましたポケモントーナメント救急カップマスターボール。優勝カップを手にすることができるのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。おっと、ドキドキ攻撃。さあ毒で少しずつ弱らせる。ここで特殊能力をアップです。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。おっと超音波、あーっと混乱した。まだまだステータスをアップします。両者とも大健闘です。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでウツボットの登場だ。さあこれはよーし、ヒット。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで葉っぱカッター、新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでモンキャラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。さて、おっと眠り子だ。あーっと眠ってしまった。おっと眠っていて動けません。この眠りがバトルにどう出るか。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでペルシアンの登場だ。ここで目を覚ました。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。指示が出揃って、おっと群衆を作り出した。ここで攻撃力をアップです。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度はまずまずの当たり、自分のステータスアップに集中だ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあここで急所にヒット。さあこの場面でおっと分身が攻撃を受けました。両者とも大健闘です。おっと攻撃はまだ続いています。おっと分身が攻撃を受けました。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。切り替えか。おっと急所攻め、あーっと力尽きたか。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでプクリンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。さあこれは強烈な一撃。ここで回避率をアップです。さあ激しいバトルです。これはどうだ、急所を捉えた。おっとダウンだ。ここで試合終了。
さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さあまずは、おっと一発目から猛烈な当たり、あーっと速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでユンケラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。おっと電気波、おっと麻痺してしまった。さあここで、おっとこれはいまいち、両者とも大健闘です。バトルの姿勢に移って、さあ今度は、よし当たった。おっと麻痺して動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこれは、よし、さあこの場面で、おっとあまり効いていない。さあ熱戦が続いております。ここで10番ボルトだ。急所に当たった。ここでダウンです。残りのポケモンの数に差がついております。ここでバリアードの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあここで、おっと麻痺してしまった。さあ今度は、あまり効き目がありません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれは強烈な一撃。さあこの場面で、おっと特殊能力がダウン。白熱したバトルが続いております。戦う構えに入って、おっとここでポケモンをチェンジです。ここでエーブルの登場だ。さあここで、よしピッ。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。これはどうだ。いい当たり。おっとダウンだ。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。
と眠り子だ。あーっと眠ってしまった。おっと眠っていて動けません。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。ここでポケモンをチェンジだ。ここでヤブランの登場だ。おっとまだ動けない。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。戦う構えに入って、ここで目を覚ました。ここで特殊能力をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあここで、おっとこれは外れ。自分のステータスアップに集中だ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれは小さなダメージ。おっとここは動けません。さあ激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、おっとここでポケモンをチェンジです。ここでピクシーの登場だ。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。両者向き合って、さあ今度は軽く当たった。おっとここは動けません。両者とも大健闘です。さてポケモンがモンスターボールに戻ります。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。さあこの場面で、あーっと眠ってしまった。おっと眠っていて動けません。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。さあここで急所にヒット。ここで目を覚ました。さあ熱いバトルが展開されております。さあこれは、おっとこれは外れ。おっとヘビニラミ、おっと麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ今度は軽い一撃。おっとここは動けません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっとポケモンをチェンジします。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。おっと毒々攻撃。相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。ここでサイコキです。弱点をついた。健闘むなしくここでダウン。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでゴルダックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。おっと地球に潜ったぞ。ここで特殊能力をアップです。両者とも大健闘です。バトルの姿勢に移って、さあこの場面で、よし当たった。おっと電磁波。おっと麻痺してしまった。さあ熱戦が続いております。
戦う構えに入って、ここで特殊能力をアップです。さあここでいい当たり、さあ激しいバトルです。さあこれは大きなダメージ、あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでギャラップの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ今度はいい感じの当たり、激しい攻撃、激しく当たった。あーっと使ったか。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。さて、おっとポケモンチェンジ、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでキュウコンの登場だ。さあ手始めに、よし、さあ激しいバトルです。戦う構えに入って、おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。おっと怪しい光だ。あーっと混乱した。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでヤドランの登場だ。さあ今度は急所にヒット。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで自陣攻撃、狙い的中。さあこれは急所を捉えた。両者とも大健闘です。ここでサイコキです。いい当たり、あーっとダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでポケモンのチェンジだ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さあこの場面で、おっと攻撃をものともしていません。おっとここは動けません。さあ熱いバトルが展開されております。おっとここでポケモンをチェンジです。
さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。激しい攻撃、弱点をついた。あーっと一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゴルバットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここでジュバンブルトだ。効果は抜群だ。さあここで、あーっと混乱した。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。いったー、よし。おーっとダウンだ。ここで試合終了。トーナメントも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。おーっとおーっと、このポケモンではまずかったが、勢いのある攻撃、大きなダメージ。さあ、熱いバトルが展開されております。戦う構えに入って、おっと分身を作り出した。おっとここは動けません。白熱したバトルが続いております。ここで10番ボルトだ。決まった、効果的な当たり。あっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでエーブーの登場だ。さあここから挽回したいところ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。さあこれは、おっと分身が攻撃を受けました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ今度は、よし、さあここで、ここで分身の体力が尽きた。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さて、さあこの場面で、おっと特殊能力がダウン。ここで飛球投げ、いい感じの当たり。あーっとガッツだか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでピクシーの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。
ここで猛烈な吹雪。よし、当たった。ここでダウンです。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでカブトプスの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。さあ、これはキュルソニヒット。さあ、今度はおっと、麻痺してしまった。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、ここで急所に当たった。おっ、カウンター、大きなダメージ。さあ、激しいバトルです。ここで破壊光線、よーし、おーっと、カウンター。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。さあ、まずはおーっと、一発目から猛烈な当たり。おっと、電磁波、おっと、麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。あー、おっと、特殊能力がダウン。さあ、ここでこれはピーカー、あーっと、力尽きたか。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。戦う構えに入って、ここでエルビーの登場だ。さあ、ここから挽回したいところ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでサイコキです。狙い的中。あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでラッタの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。バトルの指定に移って、おっと、分身を作り出した。おっと、地球に潜ったぞ。両者とも大健闘です。両者向き合って、さあ、今度はおっと、失敗。穴を掘る攻撃。ここで分身の体力が尽きた。さあ、熱戦が続いております。さあ、これはおっと、麻痺してしまった。おっと、また地球へ潜った。さあ、激しいバトルです。さて、おっと、分身を作り出した。
おっと麻痺して動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。勢いのある攻撃、ダメージは大きいぞ。おっとここは動けません。さあ熱いバトルが展開されております。ここで中断ボルトだ。いい感じの当たり、おっとダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでゼトメトンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。これはどうだ。おっと特殊能力がダウン。さあここでおっと分身が消えてしまいました。白熱したバトルが続いております。激しい攻撃、よし、あっと勝ったか。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。バトルの姿勢に移って、さあ手始めに急走を捉えた。ここで回避率をアップです。白熱したバトルが続いております。さあここで急所にヒット、あっとダウン。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。の登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ今度は、おーっとポケモンの選択を誤ったか。ここで特殊能力をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこれは急所に当たった。さあこの場面でおっと特殊能力がダウン。さあ熱いバトルが展開されております。切り裂いた強烈な一撃、あっとガッツだか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでウィンピーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。
両者とも睨み合ったまま動きません。さあここで、おっと急所攻め、ここで破壊光線、よし、この一撃であえなくダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。戦う構えに入って、ここでピクシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。おっとここは動けません。おっと電気波、おっと麻痺してしまった。さあ激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、激しい攻撃、大きなダメージ、さあ今度は、よし当たった。片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。おっとここは動けません。さあこれは、よしヒット、両者とも大健闘です。ここで猛烈な吹雪、よし、ダウン。ここで試合終了。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。さて、さあまずは、よし、おっと電気波、おっと麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこれは、よし当たった。さあ今度は、おっと麻痺してしまった。白熱したバトルが続いております。さあこの場面で効果は今一つのようです。おっカウンター、おっとこれは外れ。さあ熱いバトルが展開されております。さあここで、おっと特殊能力がダウン、おっと麻痺して動けません。
さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと麻痺して動けません。さあこれはいい感じの当たり。さあ激しいバトルです。さあ今度はよし、ヒッチ。あーっと力尽きたか。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでカイリティの登場だ。さあここから挽回したいところ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでヤドランの登場だ。さあこの場面でまずまずの当たり。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。さてここでポケモンをチェンジだ。ここでライチュウの登場だ。さあここでよし。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。この攻撃弱点をついた。ここで自陣攻撃。おーっとこのポケモンではまずかったか。あーっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。ここで地球投げ。いい感じの当たり。おっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。バトルの姿勢に移って、ここでペルシアンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。両者激しく火花を散らしております。さあ今度はおっと急速攻め。ここで地獄車。おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあ激しい攻め合いが行われております。さあこれは急所を捉えた。ここでダウンです。